iPhone12 Pro、 君は2年にわたって僕と一緒にこの2年間を走り続けてくれました。そして君はもう間もなく旅立つ日がやってまいります。いや本当に今日までありがとう。そして僕はまた新しい相方と一緒にまたこの2年間やっていきたいと思います。どうも、アベダズです。やってまいりました。あの UX 争奪戦動画から、しばらく経ちまして、ついに私の手元にもこちらの iPhone 14 Pro が到着しました。ちょっとね、控えめにやんないといけないんですよ。今もう23時24分ということでね、はい、もう夜中、日付変わるちょい前ですね、はい、に撮っております。はい、で今日来たんですけど、今日が10月の7日で、僕が注文した時は、最短が、10月の5日だったんですね。で、まあ、2日遅れて来たって感じですね。まあ5日から13日までだったんで、まあ予定内ではあるんですけれども、まあちょっと遅い、だいぶ遅いだいぶ遅いですよね。まあね、ようやく来てくれたんで、とりあえずよしとしましょう。はい、で今日はとりあえず開けます。開けて、まあちょっと電源つけてみてね、ちょっと使ってみて、どんな感じか見つつ終わりたいなと思います。出て行こうとかもあって、でこのあとこの動画をね、もうすぐ編集したいんで、そんなに長くは撮っていけないんですけど、まあそんな感じで地道にやっていけはい、というわけで地道にやっていきたいなと思います。はい、というわけで、今回はね、久々に2カメで行きたいなと思います。で、こちらでございます。はい、まあ上にね、僕が今使っている iPhone12 Pro ね、12 Pro があります。これね、256GB ですね。これはもういいです、大丈夫です。はい、で、こいつですよ。開けていこう。あんまりさ、もうさ、開けてさ、なんだろう、なんかうーいみたいなさ、もうやめたくて、普通に開けます。いきます。はい、ピッ、あ、くせ、これどう開くのかな、こうかな、こう、どう開くの、こうだ、あ、こうだ、いや、来た、いくよ、チュッキー、おー、無理やった、クールに開けるのなんて無理やった、ふぅ、いや、来ましたね、ついに。これを、まあ、こうするとですね。はい、来ました、こちらでございます。未開封です、もちろん未開封です。ここね、ついてますね。なんかね、重さを感じるよ。大きさはね、ぶっちゃけそんな変わんないはずなんだよね。ピッつって、あー、これたまらんね、この瞬間たまらんね。あ、プルーン、プシュー、あ、来た、あー、なんかキモいな。いくよ、せーの、パカン、おお、かっこええやん、色いいね。おお、ちょっとね、カメラ越しだとね、ちょっと色合いがちょっと微妙に分かりづらいんですが、肉眼だとすっごい紫、すっごい、カメラやばくない、これ、ほら、カメラの出っ張りやばくない、大丈夫これ、すっごいでかいんだけど、こんなにでかいんだカメラ。 iPhone12 なんてさ、こんなだったよ、ペラペラって。持ってみますよ、いきます。すごいよ、あー、ほら、ここ分かりやすいね、紫、すごいね、こう紫、なんかね、重心がやっぱカメラがあるから、これがすごい重い、上の重心がすごい。今までの12どうだったっけな、なんか12はなんかね、こう真ん中ら辺がなんか重心っぽい感じがしてて、安定感みたいなのあるんだけど、なんかこれに関してはね、やっぱこのカメラがすごい大きいし、3つもついてでかいから、なんかね、重心がすごいこっちにこう行く、持った瞬間そのまま使うのきついわ、絶対落とす。だから僕今回ね、ちょっと新しいアイテムをね、追加したんで、それをね、駆使していきたいなと思っております。はい、というわけでね、今回はね、こちらの3つをちょっと用意しました。はい、ケースと、ガラスフィルムと、あとこれリングですね、こちら、はい、こちらを用意しました。今回ガラスフィルムこれなんですけど、ちょっとね、面白いなと思ったのが、この上、
ここにね、なんかアタッチメントみたいなのがあって、これ使えば貼れますせみたいなやつなんで、ちょっとこれ面白いなと思って買ってみました。だこれ貼ってみようかなと思います。まあ、これはちょっと後ほどね。これね、シピゲンの EZ フィットガラスフィルム iPhone14 Pro 用ってやつを買いました。2枚セットですね。これなんか専用のアタッチメントがついてて、なんか安かった。1699円、安いでしょ、2枚入りで。だからこれちょっと買ってみました。中開けるとこんな感じ。はい、こんな感じ。なんか入ってる、こういう感じで入ってました。はい、本当にうまく貼れんのかね、わからんけど、ここにフィルムがセットされております。おアルコールとシールとなんか入ってる。やり方は ないのやり方載ってなくない？どうなっとるん？あ、これ書いてあるわ。このトップって書いてあるんで、これは上ってことですね。下が、まあ、こうはまるってことかな。これで言うと、こうはまるってことだよね。え、つかさ、これさ、置いたんだけどさ、カメラがさ、でかすぎてさ、斜めになるんだけど、大丈夫これ大丈夫っすか？待って、あ、どうしたらいいこれ。あ、これで剥がせってこと。剥がしました。はい、ポコッと取れました。ついたよ。で、あとはこのヘラがあるので、ヘラで、まあ、地道に取っていくと。こんな感じでね、意外と簡単。ちょっと1個入ります。結構完璧じゃない？ここ完璧だ。完璧っぽい。めっちゃ綺麗に貼れた。ほら。トゥルピカー。で、もう一個は予備ということですね。はい。はい。というわけで、ちょっと電源をね、入れる前にちょっと外観だったりとか見比べてみましょうか。あ、でもさ、若干さ、やっぱ横幅でかくなってる気しん？横幅。ちょっとでかいよね。こっちの方が。こっちの方がちょっとスリム。で、一応ね、13置くと、こんな感じ。12置こうか。こんな感じ。明らかにカメラのレンズもなんか大きさがなんかグラデーションみたいにどんどんどんって星の順みたいになってるけど、でかくなってるよね。おお、危な。まあプロシリーズで見るとこういうねステンレスのやつでできてると。とりあえず電源入れてみよう。スイッチオン。おい、ついた。おお、あ、これが噂のダイナミックアイランド。あー、でも反応いいわ。あとそのディスプレイのその動きもね、滑らかな気がする、12と比べて。はい、来ました。ようこそ iPhone へ。行きます。しゅ、うぅ、来た。あ、でもすごいね、見て、この隣にさ映るページのこの滑らかさって分かる？この境界線がさ、ぶれない感じ。なんかさ、12だとさ、こうなんか残像っぽくなってるの分かる？残像ならんよ。あとあれだ、常時表示。え、ちょっとこれだ、すごい。これカバンとか入れてるとさ、なんか暗くなるっていうか、センサーかぶしてみるんだけど、あ、でもだんだん暗くなってるの分かる。で、まあ噂によると、その常時表示はなんか電池めっちゃ食うらしいから、俺個人的にはオフにしようかなとは思っている。あんまりいらんかなと思った。必要な時だけオンにしてみたいな感じにしようかなとは思っております。あと、なんだ、動画とか再生する？ただいまの時刻は9月9日20時54分でございます。音はね、正直言うと大きい。今の大きいよ。あと、そのダイナミックアイランドでしょ。ほら見て、ここに出てますね。で、こう出てきて、ま、止めたりスタートしたりできると。で、押すといけると。はいはいはい、このままいけたりもするんだ。はあ、はあははあ、じゃあここで時間見ながら他の操作もこうやってできるということですね。まあ、一部の機能になると思うんで、まあ、使えるアプリとか限りが出てくるとは思うんですけど、まあ、かなり使い勝手としては、使い方によっては便利な感じがします。はい、というわけで、これらの他にね、こちら2つケースと、リング用意しましたんで、ちょっとこれ取り付けていきたいなと思います。これはカスケルケースです。これはプロフェね、マグネット式スマホリングで、今までね、僕こういうね、これなんかバンカーリング的なね、
アイリング的な、なんていうの、こういうやつを使ってたんです。これね、透明なやつつけてたんですけど、これ便利なんだけど、一つ難点があって、iPhone ってワイヤレス充電できるじゃないですか。充電足んねえなって思った時、僕、これね、一応ね、Galaxy の S22 持ってるんですけど、他のスマホに充電できるんですよ。例えば、ケーブル繋いで、他のスマホに充電したりとか、あとこれも、ワイヤレス充電対応してるんで、S22 と、例えばワイヤレス充電ができるスマホをこう、背中同士くっつけてあげると、もう一個が充電できるみたいな、そういう機能があるんですよ。で、帰りね、電車で YouTube 見ようかなと思ったけど、あと 20%、まあいけなくはないけど、ちょっと心もとないなっていう時に、モバイルバッテリーで充電すればいいんだけど、こいつでちょっとピュッて充電させてもらいたいなって思った時に、こいつがあるとワイヤレス充電できないんです。外したいんだけど、外せないから、どうしようって思った時に、これだったんですよ。これ。これがあれば、これ外せるんで、外した上で、しかも、今回買ったこのケース、これも、そのワイヤレス充電対応してる透明ケースなんで、ワイヤレス充電できるようになるんですよ。なので、こういろいろと使い勝手としては良くなるんじゃないかということで、今回用意してみました。今回ちょっとこれを取り付けてみようかなと思います。で、今回も透明ケースです。こちら、デデン、はい、なんかいっぱい入ってる。なんだこれ。こちらですね、はい。ちょっと待って、俺ちょっとこれ聞いてなかったんだけど、ついてたんかい。結構いいよこれ今13つけてたんだけど、結構しっくりくるの。結構いいっすね。ちょっとこれ取りづらいけど、スタンドは、まあまあいける。まあありがたいんですから。で、あとなんか謎の、これはステッカーがついておりました。これでも2,000〜3,000円ぐらいだった気がするな、このケース。こんな感じ。ここは硬いプラスチックで、この縁がこれちょっと柔らかい TPU 素材で、ハイブリッド型のケースですね。前回も同じような感じのケースでした。で、今回はマグネット対応してるようになってるんで、ここが白く丸くなっております。で、こいつ、マグネット式スマホリング、はい、出てきました。収納がなんかガッチュガチュです。よいしょ。いい、あ、黒いね。ここも黒いんだよ。可動はこれだけですね。ここだけ。ここにこう、パコってくっつくと。で、スマホにこうくっつきながらも、こうやって回転できるっていう、回転式でいけるってやつですね。結構頑丈にくっつくの。これはね、回らない。これは外れちゃう。これはね、こうくっついたら、この中でこう回るっていう。結構頑丈なタイプ。こっちのがね、強い。これはなんか、すぐ取れちゃう。なんか心もとない気はします。こんな感じでちょっとケースつけてみようか。じゃあこんな感じかな。はい、つきました。思った感じはね、ちょっとやっぱ分厚くはなります。あ、でもケースつけたことによって、ちょっとその重心が少し変わった気がします。こっちだけじゃなくて、ケース全体がちょっと重たくなったから、ちょっとバランス取れた気がする。 iPhone14 Pro とかはケースありきだね。やっぱり生身で使わない方がいいね。重心がすごい重たくなる。これでこうくるくる回せるんで、これで調節して位置をね、ここでこうやったりとかで、撮るときはここで湾曲してますので、こうやって撮りやすいし、置いたときね、このカメラの位置とここはちょっと似てるから、さっきみたいにならないんですよ。フラットに置ける。もちろんこっちはね、動くんだけど、さっきみたいになんかこうなんか斜めにならない。で、ケースもちゃんとね、カメラの位置よりかは本当に1ミリぐらい高く設計されてるんで、ここをしてもカメラには設置しないようになってるし、画面側もこっち側もね、ちょっとだけ高くなってるんで、こう置いても画面に直接当たらないようになってます。はい、というわけでですね、今回はこちらの iPhone14 Pro がようやくうちに到着したということでですね、最初にちょっと撮ってみました、開封動画で。まだね、ちょっと動画の部分はね、ちょっとこれからちょっと撮って見比べてみようかななんて思っております。お世話になった、今までありがとう。で、まあ最初のね、まあ持った感じ、見た感じの印象だと、まあとりあえず見た目はかっこいい。ごついしね、このカメラとかもね。まあもともとね、ごついのは好きなんでいいなとは思ってるんですけど、まあほとんど iPhone ってそんな大きく変わらんからどうなんっていうところはあると思うんだけど、まあ一応最新のね、iPhone になりましたんで、まあいろいろこういじくっていきたいなと思います。カメラのもね、いろいろこう試しながらやっていきたいと思いますので、ちょくちょく、まあ、iPhone 関連の動画はこの後も出てくるんじゃないかなと思いますので、ぜひまだチャンネル登録しないなって方はチャンネル登録してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけで、バイバイ。